皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はやり直し算数、小学校5年生分数の足し算引き算、その中でも答えを約分するものについて学習します。このやり直し算数は、もうすでに学習した内容について大切な部分だけを解説したものです。では例を見てみましょう。例の1、5分の3たす15分の1、分母の違う分数の計算は数分をして分母を揃えて計算するんでしたね。ですから5と15、最小公倍数15ですので、まず5分の3を15分の5を3倍したので、上の5分の3の3も3倍して、9、それと15分の1を出します。そうすると15分の10になるんですけれど、これこのままね、答えじゃないんでしたね。約分できるものは約分してね、しなければいけなかったんです。ですから分母と分子を割れる数は5ですので、5で割ってあげます。そうすると答えは、ちょっと下に書けないので後ろに書くと3分の2、こんな風になります。ここで終わりにしないでください。必ず約分できるものは約分して、答え出してください。はい、こちら例の2番ですね。今度は引き算です。2分の1引く6分の1、最小公倍数は6ですので分母を6に揃えます。そうすると6分の3引く6分の1イコール6分の2、こうなりますけれど、6と2は約分できますね。約分できるものは約分します。上と下を2で割ると3と1ですから、答えは3分の1、こんな風になります。では、このちょっと練習問題、今日は少ないんですよね。約分で下へ行ってしまうので、ちょっとねたくさん問題を書けなかったものですから、ちょっと問題数が少ないんですけれど、ぜひこの少ない、ね、問題数で理解してください。はい、3分の1と15分の4ですね。3分の1、最小公倍数は15ですので、15分の5たす15分の4、そうすると15分の9ですね。15と9、3で約分できますので3で約分します。下は5になって上は3です。そうすると答えは5分の3、こういうふうに出てきます。はい、2番も同じようにやってみます。5分の4引く20分の1、最初5倍数20ですので、20分の4、4、16引く20分の1、そうすると20分の15ですね。15、分母と分子5で約分できますね。5で約分すると4と3すると、答えは4分の3、こんな風にできます。はい、最後、3番は6分の1と21分の1、これまではどちらかの、分母に揃えるような、形だったんですけど、こちらは、揃えることができませんね。最小公倍数は、よく考えて見つけなくてはいけません。これは実は最小公倍数は42です。と42、ね、7、6、42は7倍します。足す42、21を2倍したので上も2倍します。そうすると42分の9。さあ、なんて約分したらいいんでしょう。
ね、42も9も割れる数、実は3です。だから42を3で割る、9を3で割ってやる。そうするとどうなるかというと、3で割ると14、3で割ると3、そうすると答えは14分の3、こんな風に出てきます。皆さん分かったでしょうか、ね、分数で、ね、足し算引き算した場合、その答えが約分できる場合、必ず約分して答えを出してください。